はい、こんにちは、ブルーホッシュです。さあ、やっていきましょうか。なんかね、なんとかストアっていうのがあるよ。リクエストラーってことでね、酒ですね。はい、プラッツで。前回はなんかね、もうあの、不法侵入というかね、もう玄関からの入り方すらもうわからないような知能の低いやつがね、いきなり襲いかかってきたんですけど、まあ、そいつがね、いるようなマンションなんか、私らが、こっちからもう、まっぴらごめんよ、つってね、もうあの、大家さんにね、あの、鍵を突きつけて帰って出てきたっていうね、うん。で、そのスタートで、あの、新オーナーになるね、ブラッド・ヴィガーズさんのところに、あの、お世話になろうというところで、まあ、ただこいつのね、欠点としてね、ちょっと大家としてね、あの、あまりね、度胸がないんですよね。だから度胸がないところをついていって、まあ、前のところの家賃がね、あの、まあ、だいたいあの月にね、7万5000円くらいだったから、まあだいたい6万円くらいでね、ちょっと値切ってやろうかなと。しかも教育込みでね、7万円くらいにしてやろうかなと思うんだけど。ところでさ、これさ、なんだっけ、緊急回避ってどうやったらいいのかな。緊急回避の方法がわかんない。万が一なった時にどうしようかなと思ってるんだけど、まあ、まあそこはあれだね、まあ、ちょっと探り探りやっていく感じで良さげですかね。はい、じゃあこっち行きましょう。銃を構えるポーズのやつでいいのかな。どうなんだろうな。いいか、みんな覚えとけ。看板は投げる。そして2つ空き扉は1人で閉めるものではない。あー、やられた、噛まれたのに、痛いのに。バイバルマイ。落ち着いて。何味だったんだろうね。一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。嘘つけ。仲間だよな。洋館事件であんだけ仲間がゾンビになってきたのを目の当たりにしてる。俺みたいにしくじってな、なんかちょっとかっこいいんだよな、本当にな。ここのバーもどうなってるかっていうのをちょっといろいろと見てみたかったんだけどね。あれ、これちょっと待って、まだまだ、ごめんなさい、ちょっと頂戴します。ごめんね。ごめんね。うん、ほんとごめんね。ほんとごめんね。あ、ちなみに無限武器は使えますよ、遠慮なく。無限武器ガンガン使っていくし、無限武器はガンガンも遠慮なく使っていくんだけど、あ、こうか。あ、なるほどね。あ、スペースボタンをうまく押せるかどうかってところですね。オッケーオッケー。で、いろいろこれ出てきてて、ちょっとややっかいなのがこいつなんだよね。お、オッケー、うまくいった。よし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 、スペースボタンうまく押せたら問題なかったね。さあ来るか、さあ来るか、来るか。あ、カモンカモン。うれ、気づいてないようだ。やつは屍だ。じゃあ入っていこうかね。で、今の銃声を聞いてまだここに立ち尽くしているってことだね。こいつも相当耳が遠いんだろうな。あ、これに近づくんじゃない。近づくんじゃない。近づき方がこんなのに身を立ちながら、いろんなことよりも水が飲みたい。あ、でも臭そう。俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ。私が案内する。本当に安全かな。安全かどうか教えてあげようか。この人殺しめ。うん、まあ人は殺すよね。ねえ、あなた名前は。ここにいたら取り残されるわ。私はやめ。答えさせないわよ、ダリオロッソ。どうか落ち着いて。やめろ。私は警官よ、力になるわ。こんな環境の中で弁護士が通じると思うなよ、バカタレめ。さあ、俺でもこいつ今、ああ、一発でいける。あ、食ってる。え、ああ、めっちゃえぐれた、かわいそう。あ、美しいとか、アニメのナイトメアなのにさ、そんなことを弾を無駄遣いして大丈夫なのかって気がするんだよね。で、これ横からゾンちゃんがディーン。ああ、残念だね。顎を鉄パイプにさえ打たなければちゃんとジルのことをね、美味しくいただくことができたのに。そこら辺がちょっと爪の甘さだよね。違う違う違う、こっちこっち。で、これで行こうとすると、うわぁ、なんだかシャンタンのお出迎えでございましょう。あれ、3体いる。あ、2体だった。お、オッケー。ちょっとあれだね、下手くそだ、あの、連打してるもんね。本当に上手な人はそのタイミングだけのアルボット、あの、スペースボタンをピッと押したら、本当にポーズメニューをブッて出すんだよね。ブッ、早く。あ、無理か。ブラ線は見えるんだけどね。うん、まあいっか。ジールだけど G か。それ J だ。それ J だ。さあ、到着到着。どこで終わっちゃいました。ねえ、こっちよ。まあ、聞こえてたかな。こっちで。あ、ちゃんと迎えに来てくれてる。ありがたい。なんて優しい。さあ、じゃあ行きましょうか。ああ、これでゲームクリア。皆さんお疲れ様でした。
ったと思ったかー。殺されるのが好きね。ちなみにこの車、E さんが乗ってる車とタイプが同じらしいですね。さあ脱出よ、私は逃げるわ、どこまでも。やってきた、ごめんね。ということでさあ、マイチャンビーチ、それでかかってあげる。ドゥーン、音楽かっこいいんだよ。早く動いて。音楽ってか効果音か、効果音ちょっとかっこいいんだよ。さあ行くぜ。次はこっちの番よ。ドゥーン、ブン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 。なんで待ち構えてるんだ、なんで今戦おうとしたんだ。さあこれで終わりです。さあ楽しい楽しいドライビングスクールへ行こうじゃないか。わお。この程度の衝撃で死なないよね。だってロケランぶちかまされて普通に生きてんだもんね、こいつね。いやほんといろいろパニックパニック、みんなが慌ててるだよ。まあ主に実況者とジルなんだけどね、あの。さあということでね、さあどうなっていくでしょうか、彼の運命やいかに。一回ね、なんかねシュレックだとかね、トーマスとかにね、いろいろなんかなるやつやってみたんだけどね、あのね攻撃するそのなんていうの、元のその素体に対しての面積や体積が大きくなりすぎて、どこ打ってダメージ食らってんのかっていうのがちょっとよく分かんなくなっちゃったから、とりあえず普通に戻しました。うん、あとねいろいろやっぱセッティングするのがね、他の実況者と違ってめんどくさがっちゃう、そういうところが多分ね動画再生数が伸びない理由なんだろうな。だからトークで頑張りたいと思ってて、こんな神々がさ何言ってるかよく分かんないおっちゃんがさ、陰謀まみれのおっさんと比べたらそしたらさ、ね、人気も出るわけねえわなってね。はい、焼き土下座落ちす。あと2発残ってんだ。あなた誰？なんで捨てちまったの？ここで何を？助けに来た。My name is Carlos。オルベーダ。安全な場所へ。安全な場所へ行きたいわ。私もよ。エスケートパーティー。いそほんね。はあ？あ？知ってるいそほんねって。知らないわな。さあ、ということでね。よし、もう大丈夫だ。場面が変わって。だといいけど。ここどうだ、この先に生存者を集めて。そういえばあれだね、バイオ RE3 はこうやってさ場面切り替わってさ、ちょっと違うマップに行ったりとかっていうのがあるけど、 RE2 はずっと同じマップだったよね、うん、大丈夫、セクハラはごめんよ。そうか、分かったよ、よし行こう。触っていいのはお尻だけよ。さてこのウルフ・オブ・ザ・バード・オフ・フィールドって何なんだろうな。うん、これはよくわかんないしね。サードンデスボール。あなた、あの怪物を知ってるの？ここのピンに名前が書いてあって、で、あの、倒された人は突然死んでいくみたいなね。そういうオチなんだろうな。で、これターミネーターね。ドゥルンドゥンドゥルン、エイリアン。ドゥルンドゥンドゥルン、エイリアン。デレンテンテレンドゥンドゥン。はい、ここ。このエアーコンバットとかもね、別のゲームなんだけどね。今年の映画で言ったら、トップガンとかね、そこら辺のあれだったりするのかなと思ったりするけど、まあもうそんなんはいいや。で、案内図初めて見た。ゾンビはよくご存知ってことですね。はい、どいてどいてどいて。頭に陰謀、プラ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 してないでさ。お断りよ。あなたに譲る。そうね。私はすごいモテるんだけどさ、頭に陰謀を持った男には持ったくはないわね。はい、どいて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 。ハンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。ウォウ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 。何のことだ？何のことだ？落ち着けよ。だがまずはシェルターに行こう。な。この後がワイルドキック。まあのんびり行きましょうや。なんかいろいろあるね。あ、ロブスターね。アメリカ行った時ロブスターよ食うたわ。女体盛りってやつですかこれ。ジャパニーズレストラン、ここら辺とかにさ、お刺身をこう巻いてさ、でここにさ日本酒、やめとこう、これ以上はやめとこう、健全な動画にしていきたいんだ僕はって言ってるやつがパンティーラインとかブラセンとか言ってる場合じゃないんだけどね。ということでお邪魔しまーす。ここによくゾンビ入ってこれないよな、本当にな。なんでだろうな、シャッターも両方から開いてるし、かといってゾンビが入ってきたような形跡もないし、静かにしてるからか。お前は彼女の名前どうなんですかね。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。ま、なんとかバレンタイン。確か名前はなんとかバレンタイン。名前くらい覚えとかんかい。ジルよ。ジルジルジル。よろしくジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために。いやにしてもこのミハエルが一番やっぱりなんだかんだかっこいいかもしんないよね。この傷にある、でも
それで状況は？あれやっぱパソコンの様子おかしい。今ジルがなんか髪の毛が生えたり抜けたり生えたり抜けたりしなかった。10万人の市民のほとんどが死ぬ。お今普通じゃん。ほら。なんかジルがハゲたり、なんかウィッグ？ウィッグでもしてんのっけ？さっきなんか一瞬カルロスの髪型もおかしかったよね。あ、今普通だ。ほら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 。ハゲたり生えたり、ハゲたり生えたり。我々としてもあらゆる手を尽くしている。おい。この地下鉄を動かすことができれば。なんかもういろいろパニックだな。生存者たち。ああもうなんか他にもハゲて、あ生えた。ビッグ。助けがいる。なんか奥のさ人たちに何モザイクかかってるじゃん。ほら、これちょっと待ってどういうこと？なんかあのバイオビレッジの時もさいろいろ行かれてたタイミングがあったけど、あれこれパソコンが悪いのかな、それともスチームの調子が悪い？なんか全部アンインストールして再インストールした方がいい？やっぱほら髪の毛テカ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 してるの、白髪になったり黒髪になったり、あーおっぱいが強調されてる、あー舐めまして、そんなことよりもスーパーコップじゃない、スーパーカップ、スーパーカップ、無線ぐらい知ってる。まず大事なことか。じゃあどっかに救急スプレー、救急スプレーないのか。わかった。こういうなんか白シャツが似合う体型というか男になりたいよね。僕無理なんだよね。ギリスイヤー。弾なし野郎だ。そうです。弾ないよ、私は。ボームついてないよ、なんなら。ほい、ほい、ほい。ニューススタンド。ということで、ピーピーピー。あれ、まだやってる。ほら、なんか髪の毛がずっとピカ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 してんだけど。あれなんかおかしい。で、作戦は？あれかな、なんかクラウド上で自動でバージョンアップしていくにつれて、なんか、おかしくなってってるかな。なんかあの、バグの修正云々かんのん、ピン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 っていうのをやってるたんびにさ、なんか、色とおかしくなってってんだよな。これなんか、疲労ボタンをなんか、まあ、いっか。さえれば、あ、え？え？いきなり？いきなり価値格ですね。アイテムの組み合わせ、まあとりあえずじゃあ次回パートに向けてのアイテム整理をして、とりあえずこれ、すげえめっちゃある価値格なんじゃないかねえ。あー、ここら辺やっぱ持ってといた方がいい？サムライエッジ、ライデン、無限。そうなんだよな。ここら辺が欲しいんだけど、とりあえずこれは預ける。これもいらない。これもいらない。これもいらない。で、これはなんか並び替えとかできるのか？あ、できるね。まあ、ここら辺くらいは持たせてもらおうかな。まあ、あんまりグダっても面白くなくなっちゃうんで、キービック、チェーンカット、はまあ別に持っていかなくていいか。鉄壁、猛攻、全部持っていく。なんかリロード、ここら辺とかもあった方がいいのかな。てかまあなんかほとんどこういうアイテムって埋め尽くされそうな気もするけどね。どうしよっか。とりあえずじゃあ攻撃を受けても大丈夫なように鉄壁の壁にしとくか。まあ、無限武器使ってるわけだしね。じゃあキーピー、こんなところかね。はい、ということでね、超まあ、振り返りプレイだからさ、そこら辺はちょっとゆるくなってるってこと、なんかね、しゃぶしゃぶしてな、あ、したい。っていうことでね、そこら辺は許して、あ、これ。これで乳首がプル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 する。ほら、なんかもう髪の毛がさ、すごいテッカテッカーなんだよね。頭テッカテーカッサーえて、なんか別人に見えてくるね、こうなるとね。なんか痛いね、こういう人。まあそんなこんなでね、一旦ね、このパートはここら辺で区切りたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートの前にここのキーピックだけやっておこうかな。はい。まあね、チャンネル登録とね、グッドボタンもね、ぜひね、押していただけたら嬉しいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでさあ、何が開く？ここはショットガンかな。これは別にいらないですね。じゃあこれだけ預けてね、本パートは終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。バイナラー。